すいません、この辺に最高のヴィンテージジーンズが集まってる倉庫があると聞いたんですが、ご存知ですか？おお、これからジーンズの買い付けに行くんですよね。ちょ、無視しないでください。君みたいにね、ジーンズの買い付けを甘く見てる奴はここには連れてきたくないんだよね。甘く見てません。ジーンズ選びは厳しいぞ。覚悟してます。これくらいのか。覚悟してます。えいてジェイズジャージロサンゼルス。Hello, Mr. Kusanagi. We appreciate you coming in. Do you have something special today? Of course. Please come in. Thank you. Well, let's take a look. かっこいいっすね。Mr. Kusanagi, this is what we have for you. すごい量ですね。全部分ですね。うん、これいいね。はい。これはいいんじゃないかな。どうですか。これビッグEなんですけど。ビッグE？普通のビッグEじゃないんですよ。501の上に S がついてるでしょ。はい。A が、U、S が量、F が負荷。これ2番目にいいとされてるものなんですよ。負荷になってしまいますと、もう、両端ってことで、これパッチをビリッと破かれたりとか。これじゃいただきます。早いですね。はい。いくらぐらいですか、これ。これ、僕はね、この間ね、店で見たらね、はい、27万ぐらいしてた。日本で。そう。それをこっちだっていくらぐらい。あ、マチ。That's $1,100. 14万ぐらい。安くなってるじゃないですか、すごい。はい、だからすごくお買い得商品。おお、お買い得商品。でもなぁ。Aren't you hiding something more special somewhere? Mr. Kusanagi, I can't hide anything from you. Please come.プリズカー持っていいもん。隠してる。お、なんだこの白い袋は。おい、な、米かよ。CM の後は幻のお宝発見。この白い袋は。おい、な、米かよ。やめたよ。全部ビーバー入ってんだよ。これはなんか出してきました。おっとこれはすごいね。おー、ベリーナイス。 Thank you. ベリーナイス。ナイス。これすごいよ。これさ、ほら、これまださ、ベルトループがついてないの、ここの。はい。これついてないってことは、1922年よりか前ということになってしまうわけなんです。すごい古いじゃないですか。古いんだよ。そしてこちらのこのステッチとかも、平行なこのステッチっていうのは、非常に多分古いんですよ。だから1920年とか10年とか、そんくらい。あと何よりもこのサスペンダーボタンがついてるっていう。はい。昔はね、ジーパンって呼ばないで、カバーオールとか言われて、オーバーオールみたいな扱いだったからね。これはすごい。おお、これもすごい。すごい。通称セカンドって言われてる。セカンド。その前まではこのポケットが1個あったんです。こっちなかったのよ。はい。ないもので、これはね、1953年の3月のプライスリストで初めて載ったんですよ。で、1961年いっぱいまで生産されているという、非常に人気の高い、G ジャンでありまして、うん、1950年っていうのは、
今のアメリカの社会をすごい形作っていただけるから、はい、車が出たりテレビが出たり電化製品が出たりとか、ね、そうするとやっぱり父ちゃんとか大変になってくるでしょ、お仕事とか。そうすると今の同じように家庭で離婚とかが起きたりとかして、そこにいた子供がすごく心に傷を受けます。そうすると何に反抗していいか分かんないでしょ。分からない。そうすると社会に反抗するわけよ、うん、理由なき反抗が始まるわけよ、うん、そうすると1955年にちょうどジェームズ・ディーンが演じた理由なき反抗とか、これを切ったのよ。ジェームズ・ディーンたちがこれを切った、これを切って社会に反抗してたのよ、うん、そういうのを見るとやっぱみんな来たいと思うでしょ。ああ、社会に反抗してる俺たちはなんで来てないんだ、来なければそういうことなんだよ。おその時から今までは労働者の服だったのが、うん、この若者のこう主張する服になってきた。いわゆるだからこの時期からファッションに関連してきたと言われているというか僕は思う、うん、すごい画期的なジージャン、ジャンバー、ジージャン、すごく新しくて程度がいいからね、うん、35万ぐらい。高いですね、はい、相変わらず。でも安いところに行けばね、うん、もうちょっと安くなってるけど、うんうん、僕はこの特にこのタイプが好きだからね、僕が店の本当の店長だったら、はい、40万ぐらいとかつけちゃう。How much? 1600。 20万ぐらいですか。20万ぐらい買っちゃおうこれ、マジで買えますか。マジですか、はい、それこれ買っちゃおうかな。一番最初に買ったやつはいくらぐらいの。これはね、一番最初に見てたやつこれ100万ぐらいしちゃうかな。はい、100万ぐらいしちゃうかな。100万、うん、あれ、あの笑い声は。働いてます。日本語がかかってる。どうも。選んだんだけど、なかなかいいチョイスでしょ。これ買うの、うん、これ。何に笑ってる笑ってる。騙されてる。やめ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 って。なんで。ヴィンテージだもん。笑ってるよ、笑ってるよ。苦しくなってる。大丈夫、大丈夫。Thank you。 じゃあこれちょっと必要だから、うちの店で。ああ、ちょっと more than better、 もっといいの。おもうデールでもカウボーイとか仲間いるからな。古すぎるでも。ああ、いやいや、古いのがいいんですよね、この。そうだよ、年代もんだからね。Yes, it's bad. あれ It's there, get out of here. Get out of here って。This is bad. You know? 綺麗すげえ。でした。Yeah. ちなみに、俺、年代はデール。What? 年代。This is 1998. Hey! Oh my god! あたらしい。今年レース、いや今年だよこれ。すげえ新しい。いや今年だよ。ニューワン606。おおまいガー。ちょっとさあ、606って昔長いもん、こういう気分新しくて綺麗だよな。いやクリーン、クリーン、いやクリーンだけどさ、パーフェクト、No damage。 別にロスまで来なくても買えるもん、これだって。こっちこれいくら？いや、9万って高くない？嘘、これ松坂に立てて6700円で買えたね。日本でも買えるもんだって。でも綺麗だよな。Yeah, it's great, makes best, man。どこがおすすめなの？いいところはどこ？うまいのが超便利。お、ちょっと。日本うまいな。あ、日本にいる時と周りは。日本ではそんな馬乗る人いない。Yes, you. ジッパー。ジッパー。ジッパーは日本もある。ジッパー。ないない。It's fancy. ああ。ああ。おしっこしたい。え？おしっこしたいな。Very fast. わかる。ボタンだとね、時間かかってこうやって。
取れない時とかあるもん。This is bad。なんで怒ってんの？わからない。いやいや、お前まで。Oh, I'm sorry。こっちもやっぱいいんじゃないかな、これ。ズボンとしてはね。綺麗やつ、すごい。そうだけどさ。Yeah, this is there。Oh, shit。Okay, okay, yeah. Okay. Yeah, thank you. Okay, see ya. Bye. どうしたの? I'm sorry. 仕事できちゃった。仕事？生まれた。え？何が？牛6匹。牛6匹？生まれた？生まれた。お、ちょっと出る？出る？出る？ちょっと Good choice.